山田工作公共詩、クライトビラは日本の作曲家、山田工作が1913年に作曲した日本初の公共詩である。並行して作曲されたもう一つの公共詩にマンダラの花があり、どちらも詩を主題としている。ヨーロッパの象徴主義の影響を受けた文学者、ミキロフーの同盟の詩に基づいている。また、メーテルリンクの擬曲、 群毛の影響も指摘されている。作品のスケッチを終えた段階で、山田はシャルロッテンブルクのよく出入りしていた音楽書店でリハルト・シトラウスの公共詩詩と変容の小型スコアを購入し、同じ詩のテーマに対して詩縮する巨匠がいかに表現したかを学んだ。これらは主に編成に対して影響を与え、参加を編成だった作品は、 バスクラリネットやコントラファゴットといった低音楽器が書き加えられ、最終的に4巻編成に落ち着いた。世界初演は1918年10月16日にカーネギーホールで行われたジャパンソサイティ主催の第一回還元楽演奏会にて山田自身の指揮によって行われた。日本初演は1925年4月27日に歌舞伎座にて行われた。 松竹公明会社主催の日露交換公共間限楽大演奏会にて山田自身の指揮によって行われた大規模な四冠編成となる。ピッコロ、フルートさん、オーボエさん、イングリッシュホルン、クラリネットさん、バスクラリネット、ファゴットさん、コントラファゴットホルニオン4、トランペットさん、トロンボーンさん、チューバティンパニ、スネアドラム、バスドラム、シンバル、トライアングル、 タムタムハープゲンゴブタン逸楽章からなる。演奏時間は約11分。ありがとうございます。